じゃこんにちは。豊さんじゃなかったですね、結局監督。なんWBC の代表監督。え、なんで、どういう話。俺呼ばれるかなみたいな、ありましたけれども。まだわかんない。まだわからない。お前、そのさ、先行報道っていうのは、ね、影武者が行くわけだ。そっか。本ちゃんはわかんないよ。本ちゃんは伏せますよね。こういうの出ちゃった人は、出ちゃったやつは選ばれないから、うん、そう、出ちゃったといえばそうなんです。侍の栗山監督が退任に。ここから侍ジャパン強化委員会は新たな代表監督の人選に入っていくという報道がなされました。当然栗山さんも、はい、栗山も入ってるんでしょ、はい、これどうなんですか。一回こう線を引くんだよ、やっぱり。あ、うん、でまた新たにっていうことだよね、はい、だから栗山も候補の一人じゃないのになるんですかね。 でももうやりたくないと思うけどね。まあ、勝って終わっときたいってあるよね。で、中でも今ファンの間でも、そして記事にも書かれてるのがイチロー氏、はい、から松井秀喜氏、はい、さらに、ロッテの現吉井監督だったり、はい、前監督の井口さん、また高橋由伸さん、はい、あと古田敦也さんなどなどの名前が上がっています。などなのって他にいないよ。今ですね、工藤公康さん、今高いという文字を探してるんですけど、いい、それは無理して探すなという顔ぶれが、名前が上がってます。どういう基準なのかね。おそらくあれじゃないですか、例えばあの選手を呼べるぐらいのこうカリスマ性があるとか。カリスマ性があるからって呼ぶことはできないよ。やっぱこう人脈的につながってないととかさ、はい、例えばじゃあ大谷選手にせよ、まあ、ダルビッシュ投手が次出るか出ないかわからないですけど、そういう選手を例えばイチローさんだったら大谷選手とか入ってますってなるんじゃないかなとか、単にイチローさんが監督してるのやっぱ見たいというものもあると思いますし。でも勝たなきゃいけないんだよね。もちろんです。その WBC における監督で勝てるパーセンテージ、あとはメンバーで勝てるパーセンテージの比率ってどうなの。栗山監督がなぜ優勝したかって言ったら、やっぱあのメンバーを集められたっていうことだよね、はい、だから結局人脈だよ、うん、だからそこに尽きると思う俺はね、はい、でここでバントやるとか打順を変えるとか、これは誰しも考えることでさ、はい、あとは選手の能力、うん、で俺は今回は戦ったと思うんだよ、はい、まあ、例えばその村上のところで代打を出すか出さないか、うん、牧原に行ったら、ね、はい、バント断られたと、もう打つしかないと、はい、これが采配かっていうと采配じゃないよね、もう、うん、でもメンバーを集められて、ね、村上をあそこに置いといたっていう栗山の才覚だよね、はい、村上にかけたみたいな、うん、そう、かけるだけのその栗山監督の度胸だとか、はい、まあ、そういうのがやっぱ優勝に導いたと思うんだけども、ただあのメンバーを集められる人間っていうのが、じゃあ松井秀喜なのかイチローなのかっていう、はい、とやっぱり球界がこう外れてるからさ、結構、はい、松井秀喜ももう知らない人、イチローもね、レジェンドとしては認めるけども、うん、いや話したこともないしみたいな、はい、うん、そういう選手もいるだろうし、はい、そういうところに集まるか集まらないかっていうとさ、ちょっと疑問なんだよね、はい、やっぱ WBC を今回目の当たりにして、はい、改めて思うのは相当な負担がかかってるということだよ、はい、ということは相当な人の下じゃないとやっぱできないということだよ。ただ名誉を取りに行く選手っていうのはいるだろうけども、うん、だからまあそこら辺で柔らかく包み込んでくれる栗山監督みたいなね、はい、かばってくれるような、まあ、そういう監督じゃないとダメだと思うんですね。じゃあ例えば仮に、例えばイチローさん松井さん出てますけど、例えばイチローさんが監督になったとすると、どういう野球をしそうですか。やっぱオーソドックスだよね。うん、今回だけは足の速い選手だけを揃えようみたいなさ、スペシャリスト、だそういうことじゃないわけよ、はい、やっぱそれなりに成績を残し、うん、対面的にも対等で戦えるような人間を選んでいくよね、うん、はい、だからそんなには変わらないけど、そこに行くか行かないかっていうのは、うん、サッカーみたいにさ、はい、招集されたら、ね、うん、行かないと罰金制度とかさ、登録抹消制度だとかさ、はい、そういうのがあればいいんだけどさ、うん、野球ってないからね、そこまでの強制力が。断ってもね、いいんですもんね、うん、
ね、だから誰が集まるかだよね。例えばじゃあ古田さんが監督に就任されましたとなると、どんな野球を世界で見せそうですか。やっぱバッテリーの強化だよね、まあ、今回も最強だと言われたら本当にメンバー見たら最強だよ、はい、うん、だからバッテリーを中心にやっぱ物事は考えていくだろうね。ああそうですよね。そうそう、まあ、アイデア野球、まあ、もしあなた工藤だってそうだよ。あ、工藤さんも、うん、だから吉野部なんかは多分打線をまず考えるかもわからないし、まあ、いろいろ野球のこう感性が違うから、ね、うん、でもまあ大体の人はバッテリー中心にものは考える、うん、松井秀喜さんだとそのコーチとかあんまり監督のイメージがないので、うん、どんな采配振るうのかなとか全くわからないんですけど、だから采配はね WBC に関してはそんなにいらないよ、うん、まあ、そこは選手っていうところなんです、うん、それとヘッドコーチを置いとけばヘッドコーチと話しながら湧いてくる感もあるだろうし、はい、だそこはねあんまり重視はしないな。じゃあ松井さんだとヘッドコーチ誰を送るんですかね。高橋由伸じゃない。すごいですね。ファンに、巨人ファンからしたらたまんないですけど、いやもうたまんない、はい、古田さんだとどの方を隣に置きそうですか。真中満。何で また笑う。何がおかしいんだよ。お前優勝監督だぞ真中満。それ前話した時に真中さんと一気だけ笑うんですよ。お前いや、マナがいいじゃん。明るいし。明るいし。あいつポジティブだから。本当にあいつね、ポジティブなのよ。そうですよね。うん、だから、あいつは、だから古田が行き詰まった時に、マナが、はっはっはー言って、笑っときゃ。あの舞台で。あの舞台で、はい。なんとかなりますよっていうタイプだから。うん、いや、もうそのぐらいの同郷が座ってなんかできないよ、その職なんて。そうですね。うん、精神的に。まあ、マナかか、まあ、宮本慎也は、ちょっとないかな。なさそう、うん、イチローさんだったら、ま、上がってたのが田口さんとか置くのかなっていうふうにもありましたけど、いや分かんない分かんない全く分かんない分からない、例えばロッテの現監督の吉井監督は呼ばれる可能性はゼロではないんですか。現役、まあ、ゼロではないよね、うん、ただ吉井監督は僕はピッチャーのことしか分かりませんっていう居直りがいいよね、うん、はい、ロッテの監督やっててもそうだし、あとはヘッドコーチに野手のことは任せてますよ、うん、完全に分業制、はい、でもバッテリーがいかに大事かっていうのを、まあ、吉井さんは知ってるし吉井監督は知ってるし、うん、だからまあそういうことでもいいよね。そうですね、うん、もう完全に分業制にしちゃうっていう、まあそうそうそう、まあ、そういうのでもいいし、まあ、経験者だし、はい、だそれはそれでいいと思う、ね、うん、豊さんがもし監督に選ばれたら誰を隣に置きますか。俺か、はい聞きたいか。いや聞きたいです。誰を隣に。マナカ。マナカさんなもんです。なんでダメなんだよ。二人で同じような体型してな。もうちょっとお前ら二人とも痩せた方がいいんじゃないかとか言われる。あいつはね癒しだから。でも大事ですよね。癒し大事だよ。例えば監督やるとしたら、はい、やっぱり行き詰まると思うんだよね、うん、苦しい時もあると思うんだよね、うん、マナカの体型みたいなのは和むからちょっとマナカさんの体型が和む体型なんですか。いやいやでもあいつと話しててポジティブになるから、うん、ネガティブにはなんないから、うん、だからまあ俺はマナカを置きたいから。私ヨシヒコさんとか言うのかなと思ってました。もうふざけんなって言われるかもわかんない。吉子さんですか、真中さんに。違う、あの教会委員長かな。ああ侍のね選出のいやいやそんなことはないか。いやでも真中は本当にね、うん、あのポジティブだから、まあもう見るからにそうですよね、うん、それとやっぱね単純に考えるものを、うん、難しいことで、はい、だそれはね彼の能力だと思うんだよ、うん、だそれはねすごく大切なこと、うん、こういう大会はね、はい、真中でいいじゃん監督。ちょっと真中さんでいいじゃん。俺は評価はものすごく高いわ。あの真中さんだ、あとは真中さんが大谷選手だったりをこう口説き落とせるかとか。真中の性格を見たら、うん、分かりましたって言うかも分かんない。あ、相手も一緒に楽しみたいタイプだもんね。真中さんはどっちか。そうですね。いやみんなみんなで、うん、豊さんがだから監督だったら大谷選手呼べますか。接点はないけど、うん、そうなったらそれはいろいろ考えるだろうけども、うん、まあ彼が出たいか出たくないかだよね、まずはね、うん、そしたらダルビッシュちょっと一緒に来てみたいな。その YouTube つながりで出てくれたから
いやでもダルビッシュは現役だとしても、はい、俺はピッチングコーチとして置こうと思ってる、うん、あ、兼任ですか。もちろん、まあ、兼任じゃない、もう投げ、うん、投げなくていいから来てくれって。ああコーチとして、コーチとしてイエスって言うかどうかわからないけど、うん、ダルビッシュはやっぱベンチにいてほしい。でも豊さんはそのダルビッシュ投手をまず呼べるかもしれないっていう利点は持ってますよね。そこはアピールポイントですよ。まあ、分かんないけどね、分かんないけど近しき中にはいるよね。遠くないで近しきですよ。遠くはない、遠くはないですよ。実際に呼ばれてね、来てくださいとも言われてるので、ほら、だからヌートバーちょっと豊さん、ヌートバー千賀鈴木誠也そうですよ、あと吉田正尚選手で、これからメジャーに行くであろう選手たち、まあそうだ、ね、たでもその時には山下俊平太がエースになってる可能性あるな。呼べますか。いやそれは呼べるだろう、うん、それはふくらに言うもん。あ、人気がありますもんね、GM、オリックス。そうですよ、出してって言えば。頼むよ豊さん、はい、一番人脈持ってるじゃないですか。ね、いやいや、これ意外と広いよ、俺は。ですよね、うん、でもそれをあんまり使わないけどね、今はね。今はそう、今大事な時に取っておくんですよ、こういうのは。もうそうだな誰よりもでもやっぱり人脈っていうのが、いやそれは大事だよ、大事ですよね、うん、まあだけどみんなね、あの人脈は持ってるし、はい、まあ俺なんかはダメだっていうのはさ、やっぱ人がいいやつがやった方がいいよ、うん、あのだから栗山なんかは本当人がいいしね、はい、俺なんかはダメだよ。なんで急に気にしないでください、自分は。いやいや、やっぱり言いたいこと言っちゃうじゃない、はい、口が悪いしさだからダメだよ。だから真中さんはどんな子に置くんですよ。まあそうだ、そう真中に喋らしくそうそうそう。いやでもね、まあ、近日中に監督の選考に入るということなので、豊さんもし連絡来たらこの YouTube でね、あの緊急発表みたいな重大なお知らせって来たら、もしかしたらそのことだと皆さん思っていただければ。みんなとコラボしちゃったそれで負けたらもう批判の嵐だろうな。すごい、てめえがお前ふざけやってみたいな。でもね今度の監督が苦しいと思うよ。でしょうね。まず負けれないよ、はい、負けたら栗山が良かったとかさ、うん、絶対言われるから。そうなんですよね。ああ優勝してしまったらその上がないので、うん、今度やる監督は本当にずうずしいやつだよ神経がでも例えば、はい、まあこれはないか、もう何ですか。いや原監督が巨人の監督が終わった時に全日本の監督っていうこともあるよ。可能性はゼロではない、ね、可能性はゼロではないけど、原監督も一回優勝しちゃってるからな、もういいよって言うかもわからないしな。そうですね、もういいだろゆっくりさせてくれみたいなさ、うん、これは相当なねトンチンカンがやるような気がするよこれじゃ選ばれた人がトンチンカンみたいな感じな。いやいやこれでね今話してるからそう思うかもわからないけども、はい、例えば今回の WBC の功績、感動とかさ、うん、いろんなことを含めて、よし俺が次の監督やってやるみたいなやつは、うん、多分トンチンカンだよ。 そのぐらいあの鈍感力が優れてないとできないよ、うん、それもあるかもしれないですね。俺は敏感だからな。いや繊細で敏感だからそうだやめとけって言うだろ、うん、やめとけ。全く毛がなくなると思うよどんどんどん案件までなくなる案件それダメだダメだ、はい